カオモニザマッチ自民党総裁選2024、これなんか話題になってるポスターだよね。何これ、妖怪大戦争でこのポスターを作った人のお気持ちが伝わってきますよね。これなんで安倍くんが堂々真ん中にいるので、まあ、田中角栄大きいよね。あと小泉純一郎大きいよね。でこの福田康夫さんがなんかこう背後霊みたいにちっちゃいでしょで森の扱いも意外とちっちゃいね。で安倍晋三くんの下にはこれおじさん、これ佐藤栄作です。しょ人相悪いねで岸信介がさ意外とちっちゃいね。これ佐藤栄作のお兄さんだよね、岸信介ね。安倍晋三のおじいさんだよね。だから佐藤栄作は晋三から見ると王子か。でこれ麻生なんか若い写真使ってる、で小渕さんちょっと大きい、でガースもちょっとちっちゃい。でこれね、まあこれ公業ね、自民党総裁は公業であるという記事を今朝見つけて、ってことはさ、あの今朝のね妄想ね、都知事選で百合子と石丸くんの選挙プランナーが同一人物ではないですかと推測されてた人がいましたね。だから選対本部が同じってことは、石丸くんの、選対は藤川慎之助さんとかやってたでしょ。で藤川さんの選挙戦略事務所みたいなところのメンバーに松田薫って人がいて、その人が百合子の選挙プランナーを都知事選でやっていました。でもしかしてさ、40代トップ、自民党の目玉候補みたいに言われてる40代トップの選挙対策本部もこれ同じ人がやってませんかとね。だってこうお祭り騒ぎなわけで、こうもう盛り上がった方がいいわけでしょ、興行としてね。でそのね、ちょっと根拠となるかなね、だから選挙プランナーがトップワンツーね、まあ今決選投票に残るであろうと言われている40代2人がいるでしょ。その人たちがね似たような行動をとっているところから見ても、選対同じじゃないってね。で似たような行動っていうのは、これはコバホーク君が横田めぐみさんの失踪現場に行ったじゃなくてなんかさ、その時の写真すごい似てんだよ、これこのあのこうコバホークのアングルとかね。でもこれはね、新潟じゃなくて能登に行ってんだって。だから地震ね、地震のあった、被災地にコバホークくんが行ったっていうね、ニュースで、これ別にいいんじゃないって思いますが、ね、なんで今頃、本気でこの被災地のことを考えているんだったら、あの山本太郎さんみたいに、胃の一番に行ってないとおかしくない。で、ここにね、この後、ポエムくんも行くんだって。被災地ね。で、なんでこう40代が同じ行動をとるの？だから、これとこれとこれはやってねっていうのが、タスクがね、2人の同じタスクが課せられてんのかなって思うと、このね、この妖怪大戦争じゃなくて、自民党総裁選公業のプランナーはね、同じ人がやってるのかなっていうね。はい、今それは置いといて、今日はね、これね、昨日ね、立民の代表選が盛り上がってきたというお話をしましたが、その続きじゃないんだけどね、自民と立民でこう同じような悩みを抱えている人がいますよっていう記事で、それが自民茂木君、立民泉健太君がこの立候補するのに四苦八苦しているっていうね。はい、これちょっとね面白かったからね。で茂木君の事情はもう私結構こう話してきてますが、一応ね復習してきますね。で
このね、9月に行われる自民党総裁選と立民の代表選に向け、有力候補が立候補のためにこう動き始めましたよね。で、意外にも大物2人が宿泊で、これが茂木君と小泉君ね。で、茂木君といったら本来幹事長だから、普通だったらポスト岸田の筆頭で、で、私もさ、岸田君が総裁選不出馬を言った時にね、あ、じゃあ茂木君で決まりなのかなと思ったもんだって、麻生も次は茂木だみたいなこと言ってたから。でもそんな茂木君の顔色が冴えないっていうね、話ですよね。これはちょっと皮膚が柔らかいかな、この時の茂木君ね、いつの写真だかね。で、その茂木君の事情っていうのは、まああれですよね、あのポエム君が出てきちゃったってところが、多分岸田君にとっても茂木君にとっても意表をついてたんでしょうね。で、いろんな事情が変わってきちゃいました。で、この後ろ盾の麻生君が河野太郎君を押すとか言い始めちゃったでしょ。で、麻生君はこの上川君も持ち上げてたりね、いろいろ押す人が増えちゃったので、茂木君を押す余力がなくなった、だって。で、ここでね、麻生君のね、戦略ね、ちょっとここでまとめておくと、私はコバホーク推しかなと思ってましたが、あのコバホーク推しになる可能性もね、あると思います。で、麻生君の戦略は、とにかくできるだけ推しますね、うん、だから茂木君だけじゃなくて、この河野太郎とか上川君とか、お前も出ろお前も出ろって感じで総裁選にいっぱい出させて、で、票を割るというね、うん、だから1回目の投票で、誰かに決まらないように、過半数誰かが取らないように票を割る目的で候補者をね、立てます。で、決選投票は、多分ポエム君と誰かだよね、うん、で、ポエム君とコバホークになる可能性が高い。で、コバホークが決選投票に残ったら、おい、みんな、コバホークに入れるんだぞという約束を今のうちに取り付けてるでしょう、うん、だから決選投票で、ポエム君の対抗馬を押させるというのが麻生君の狙いじゃないかな、うん、だから2位に河野君がなったら、じゃあみんなで河野君を押す、つまり進次郎包囲網を、麻生君は、考えている、うん、だから進次郎が勝っちゃうとキングメーカー対決で、あのガースーに負けちゃうから、それだけは避けたいというのが麻生太郎の戦略で、うん、だから麻生太郎の戦略上、もう茂木君は非常に窮地に立たされてしまったということでしょうね、というね。で、じゃあ、茂木君の事情はまあ こんな感じね。で、じゃあ一方、泉健太君が微妙な立場なのはなぜでしょうか。で、この立民関係者が言うね。で、まず立民の代表選では、この枝野君がね、いち早く手を挙げてやる気満々で、で、枝野氏を支えるのはこの三口ありなんだってで、ここが一番大きいんだね。このね、三口ありは立民の、党内最大の議員グループで30人もいるってね。で、この近藤昭一さんって人が会長を務めます。で、ここが枝野君を支える。じゃあこれ三口ありとかさ、この立民のグループってこう派閥に見えるのですが、自民でいうね、これ派閥ではないって話だよね、まあ、グループっていう言葉が出てきますよね。で、これ党内最大がのサンクチャリが、枝野推しだと、これやっぱ枝野さん強そうですよね。で、他の人たちね、この小沢さんもグループを持ってるっていうね、この、ね、名前出てきてないけれど、で、小沢さんのグループは十数人ね、うん、だからこの人数だけだと推薦人には足りないよね。でも小沢さんは泉おろしに動くんだって、
だからこういう事情が泉健太君のピンチその1ね。でもう一個のグループ菅直人が率いるグループがこの国の形研究会、ここも16人なんだね。だから小沢さんグループと同じぐらい、菅直人グループのこの国の形研究会もね。で国の形研究会は西村智奈美さんを担ぐ気配気配を見せているってことは、西村智奈美さんは今代表代行なんだ。で前回も代表選出ましたよね。で私西村さんはこの方なんかねいいなって思うけれどね、なんかすごく誠実そうな雰囲気でしょ。で昨日はさ話出てきたっていうか代表選に手を挙げた吉田晴美さんね。吉田晴美さんは前回の代表選で西村さんの推薦人になっていたらしいんだよね。ってことは今回いつみんから女性が2人出てくるのかな、西村さんと吉田さんね。で昨日ね吉田さんのに関してコメントをね多々いただきまして、で多分ね令和支持者の人なんだよね。令和支持者の人が吉田晴美さんに対して抱いているお気持ちは、まあ、裏切り者なんだよね。私もねちょっと初めて知ったのですが、だから東京8区で石原伸晃を吉田さんが破ったのはいいものの、その時はね実は令和の山本太郎さんが東京8区から立候補するはずで、その調整は立民と令和の間でなされていたにもかかわらず、令和を裏切って吉田さんが出ちゃったっていうね、その話をする方が多いです。でも片やいやいや吉田さんはもともと東京8区で活躍されていたので、やっぱり吉田さんが適任者じゃないかということで出たので令和への裏切りではないというコメントもあり、その辺の事実関係はよく分かりませんが、とにかくその情報をいただいて、私もちょっとそういう事情もあったんだなということも頭の片隅に入れて いろいろな見立てをしてみようかなとね思ってます。いつも皆さん情報ありがとうございます。でね、泉氏を支援した小沢さんは前回は泉さんを支援したけれど、今回は真逆の態度になっちゃう。泉おろしに小沢さんは動くんでしょ。で小沢さんは、誰を押すんだろう、ちょっと待って、小沢さんは誰を、小沢さんはね、吉田さんにも支援するという情報をいただきました。だから、いただいた情報を総合すると、小沢さんが吉田晴美さん推し、で、菅直人グループが西村智奈美さん推し、で、このサンクチュアリが、枝野推し、で、ここにはね、野田ポーク、野田ブー改め、この野田ポークもいいかなっていうね、はい、野田ポークの話は出てきませんね、ここにはね。で、この泉さんが今、窮地だって話だよね、この記事はね。で、小沢さんの協力を得られないね。だからなんかさ、これってさ、麻生の協力を得られない茂木君と立場似てるよね、立民の泉君ね。で泉さんにとって厳しい状況となるのは否めない。で泉さんも、なんか番組に出て、私も推薦人集めが、決して簡単なことではない、だから大変なんだね今ね、推薦人集めね。で泉さんのを支持する議員も心配そうな顔つきで、でちょっとさ、これどうなのっていうのはね、ちょっとね驚いたのがね、連合の吉野智子さんも
泉支持の動き、え、え、ここちょっと あれっていうか、え、そうだったのっていうか、こういう事情があるから小沢さんは泉おろしに動いているのでしょうか。連合吉野の支持を得ようとしている、まあ得ようとしているかどうか分かんないけど、この連合吉野さんって人が泉支持の動きに回っている、これどういうことで、泉さんも9月7日の告示までになんとか出馬表明にこぎつけるってことは、この連合吉野さんのおかげで推薦人はなんとか集められそうってことでさ、この連合吉野さんって共産党大嫌いおばさんだよね、うん、で都知事選でも百合子の支持に動いて、で蓮舫さんが負けたのは共産の支持があったからだとか言ってたよね、うん、で蓮舫さんはそれに対して本来労働者の味方であるはずの連合が、なんで財界バックの百合子を応援するんだみたいな反応されていましたが、うん、これ泉さんの、で泉さんもさ、もう藁をもすがる気持ちで、もう連合吉野でも何でもいいからこう支持が欲しいっていう感じですよね。でも連合吉野の泉支持の動きがあるってことは、これ投票権は立民議員とか党員にしかないわけでしょ、うん、じゃあ連合吉野に泉さんに支持してねって言われると、それを聞いてしまう議員が立民の中にいるのかなっていうね、うん、なんかこの辺の動きにこの小沢さんも警戒しているのかもしれないし、他の立民の人たちも泉くんちょっと信頼できないなって思っちゃってるのか、だから立民もさ、この態度をはっきりさせた方がいいよね。でもここまでのさ地方選では共産に応援してもらって立民候補が議員を議員じゃない自民を破ってきたわけでしょ。だからさ、なんで共産との共闘が できないのかなっていうか、この共産嫌いの吉野智子を仲間に引き入れちゃうみたいなことを立民っていうか、まあ、泉くんがしてるのかなっていうのが、なんかさちょっともうもやもやするよねっていう話ね。はい、そういうわけで今日はね、茂木くんと泉くんがそれぞれ有力候補者であるはずなのに、苦心してるのは なぜでしょうねというね、はい、ちょっと面白い記事でしたね。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。練習を信じちゃいけないよ、自分の頭で考えろ、いつでもいつら監視して、最近泥棒させない。